はい、今日は土曜日ですが、仕事熱心な私は、2周波 RTK 受信機低コストのテストをしてますよ。今日の課題は NTT じゃなかった、ソフトバンクの位置見るという、N トリップ、要は RTK 用の補正情報配信サービスに職場で入ってもらったので、それでちゃんと、RTK 測位ができるかどうか、昨日までうまくいかなかったんで、なかなか設定があれだったんですが、まあ共同研究者のパスコさんに教えてもらって設定1個、変更したらうまくいったので、その記録を残しておきます。まずね、これ推奨のアンカーのこの円形の、バッテリー、これは DG Pro 1 RWS ビズステーション、これじゃないと、なんかでかいバッテリーだと電気が大きすぎてダメとかなんとかで、この、これがおすすめで、これ以外だとうまくいかないかと思うんで、これはめますよ、これね。はい、はめてスイッチオン。これで緑になったので電気が供給されました。これ風に弱いんで、もう一個このマジックテープでここを止めます。ということに私はしています。これで一応ここ緑の LED が2つ、背面についてるんですが、で、Bluetooth でスマホと通信すると、このもう一個青い、それこそブルーの LED がつきます。で、スマホですね。私のスマホ。で、ここにドローガー GPS というビズステーションのアプリがあって、全部設定してあるので、これただスタートを押すだけなんですが、スタートしますよ。さっきやったらあっという間にフィックスしてピピって言って、もう感動だったんだけど。レシーバーの AGNS とか言って、こう、Bluetooth とこう青いのついてると思うんですが、青色ついて、もうすぐ測位が始まるはずなんです。なかなか始まらんな。さっき、来た。これで 3D。まだフィックスしてません、3D は。で、DGNSS。で、フィックスと、ほら。緑でフィックスと。フィックスと。これでもう、あっという間ですね。スイッチ入れてから、まあ、ものの2、30秒もいらんかな。フィックスしました。これでもう RTK のフィックスモードでやっていて、ここに地図があって、衛星の配置状態があって、という感じで、あれ？ここに 3DGNSS フィックス度。これ昨日までフィックス度が出なくて、どうしてもここもフィックス度が出なくて、なんでかなっていうんで、ビズステーションのマニュアルにちゃんと書いてないんで、そこをパスコさんに聞いたら、どこが問題だったかというと、そこだけちょっと、ですね、この RTK の設定の中の、どこだ、移動局用キャスターホストの一番下の、この GGA の送信。これが、あれ、これがデフォルトで送信しないになってて、私送信しないでそのまま使ってたんですが、これ10秒間隔でやるようにというふうに言われて、それに変更したら見事フィックスするようになりました。ということで、今もずっと一回、まあ、こんなだだっぴろいところ、だだっぴろいところなんで、まあ、多分このフィックスしたまんまでずっと言ってると思うんですが、大変めでたいことに、これをだから、林の中の側転でどれだけフィックス回が得られるか、というので、が、まあ、今後の課題で、そこのところをこれから、どうしようかという話。あ
N トリップが切れた。切れたけど、クローズド。フィックスのまんまになってるけど、クローズドってどういうことなんだろうな、これ。これはよくわかりませんね。で、ウェイポイントを、これ取りたかったら、これ赤プラスプチッと押すと、これ例えば、11番というふうな名前をつけると、11番のウェイポイントが表示さ、記録されると。あ、ダメだこれ。さっきの RTCM が切れたんで、ちょっとおかしいんだな。ははー。プロポロ言ったな。一遍終わりました。もう一回やってみます。もう一回 DG。で、あれ？クローズド。あ、いった。あれ、フィックスしました。フィックスして、もう一回赤のプラス押して、これ12番。12番でエンターを押して OK 押すと。そうすると、ポイント12を保存しました。で、ロゴを表示しますかで Yes とやると、どこにフィックスした証拠が残ってるかというと、これだ。3DDGNSS Fixed という、ここがフィックスモードね。昨日まではここがフィックスの文字が出なかったんでおかしいなと思ってたら、さっきの GGA を10秒間隔で送るとかなんとかっていうやつを設定したことによって、見事、フィックス回を、の、出た時点でのウェイポイントとして、緯度経度高さ情報を保存することができるようになりました。めでたしめでたしです。